はい、ココちゃんです。ちょっと昨日の夜中、体調崩しまして、意識が混濁しました。ですが、ちょうどワンコ用のスポイトがあります。これです。実を言うと、この老犬介護にはですね、こういうスポイトが必要ですね。それで、水をこれで飲ましたら気がつきました。で、ちょっと固形物がしんどそうなんで、こういう、老犬用の、このもうただ飲み込むミート状になっている食べ物があります。これを水で溶いて、これで食べさせて、ここじゃ復活です。やっぱりその人間と同じように、犬もやっぱり彼の場合は16歳、人間の80何歳なんですけど、長寿になってきました。そうなってくると、この老犬のワンちゃんの介護というのがテーマになってきます。ですから、先のことと思ってはダメです。ワンちゃんが10歳迎える頃になれば、こういった流動食のスポイトと、こういう流動食、準備に入ってください。で、体調が悪いとか、ワンちゃんの意識が白濁して、混濁しているときはですね、これで水を飲まして、気つけ薬代わりに飲ませてください。それで、病院に行って、24時間病院、必ずありますんで、近くに。点滴を打って元気になったら、流動食で元気にする。これが、ワンちゃんです。ワンちゃんの、老犬の介護ですね。で、ただこうやって甘やかしてだけじゃありません。今もちょっとバンテリンのようなものを塗って、こう運動していたんですけど、筋力が復活したらまた歩く訓練に入ります。去年の暮れから本当に体調を壊しがちです。寒くなってます。老犬をお持ちの方は皆さん気をつけてください。じゃあ、ここちゃん、またまた復活です。